え今日はまず5 8キロという厳しい金量を背負っての競馬でした、道中、その5 8キロの影響、感じられましたか、はい、回収馬の時点から、多少こう背中がいつもより重いぞというような雰囲気を醸し出してて、まあ、あの結構心配してたんですけど、まあ、終わってみれば、自力の違いというか、強かったです。 1> えー、今日この1 2 0 0ル自体も昨年末以来の距離だったんですけれどもその距離に対しての対応というのはどうでしたかいやそれは全く心配してなかったですねただ、こうちょっとスタートで挟まれるような形で、まあ、あんまりレースとしてはうまくいってないと思うんですけど、はい、まあしかしながら道中、徐々に追い上げて逃げ馬もかなりうまい感じで逃げていたと思うんですがしっかり捕まえ切りましたね。 前にも言ったようにすごく馬が好きな馬なんで、あのちょうどいい目標になって、まあゴールまでには捕まえてくれるだろうとは思ってましたけど、まあすごい粘られて、はい。前走も JRA 相手でもいい競馬しましたし、今日も58競争て勝ち切りました。今後に非常に明るい展望が開けましたね。そうですね、もうすでに重賞三勝目ですし、えー、まああのいつも。 すごくいい状態で仕上げてくださっている、やっぱり勇太厩舎のこう仕上げっていうののすごさっていうのを、毎回感じてます、はいえー、今年はここまで森さんのその勝負服と、そして佐藤勇太調教師の並びというのをよく見る気がしますねそうですね、本当にいい馬に乗せていただいて、まあ、オーナーも、えー、よくしていただいているので、まあ、来週のダービーもこの勝負服で出ますので。 まあ、いい弾みがついたのかなとは思ってますけど、はい。それではファンの皆様に最後に一言お願いします。はい、そうですね。あのー、まあ、今日は、えー、久々の1200であったり、58キロであったり、まあ、えー、心配されてた方も多いと思います。けれども。えー、まあ、その僕らの心配をね。あの、本当に強さで払拭してくれて、本当に馬に頭が下がる思いです。えー そうですねあとオーナー、えー、旧社関係者ギガス感謝してますどうもありがとうございましたありがとうございました